で髪隠しましょうね。はい、はい、どうぞ。はい、では早速ですけど、お店の中いろいろとご紹介していただきたいんですけど、はい、でもなんかすごいいろんな、なんて言うんでしょう、あの統一感があるけど、よく一つ一つ見ると、はい、あれなんかちょっと違うテイストのものがっていうものありませんか、はい、じゃあちょっとじゃあ奥の方から紹介していただいていいですか、はい、まずはめぐみさん、どのあたりが今はおすすめですか、はい、今季節的にアメリカでは来週サンクスギビングもありますし、はい、クリスマスなどのホリセーシーズンに、はいはい、投入するんですが、はい、今こちらのクリスマス、あ、素敵、はい、グッズですね、あとはプレミアムシルクフラワー、これはちなみに何て言うんでしょう、こうやっぱりクリスマスの時にこうプレゼントとしてあげることが多いのかしら、皆さん。そうですね、こちらのお店はコンセプトは、ハイクラスのラグジュアリーなものの、ギフトに、あ、はい、なるほどね。そう、クリスマス、はい、こちらのクリスマスは本当にプレゼント交換が多いじゃないですか、ね、分かんなくなっちゃうんですよ ね、はい、ね、多分旅行でこちらにいらした方もこちらで、ね、もしお知り合いとかがいたら、はい、クリスマスシーズンはやっぱり、ね、プレゼントを持ってお出かけになった方がね、後では自分だけ持ってなかったってこととか結構ありますからね、はい、じゃああといろいろとなんかこう、はい、ヨーロッパっぽいものが多いなと思うんですけど、これすごい素敵、はいはい、これもそのシルクフラワーですか。これは生のお花なんですが、ハーブのリースになります。あ、で、香りすごくとってもいい香りがします。いいですか、はい、あ、本当だ、すごい。なんかでもこれこそシルクフラワーっていうんですか、先ほどの、ね、こちらがシルクフラワーですか、はい、こちらが生、はいはい、これ分かります違うなんか全くもってどっちが生でどっちがシルクフラワーかって私にはパッと見全く違いがわからないくらいなんですけど、ちなみにこの生の方はどれくらい持つんですか。こちらの香りは大体半年ぐらい。あ、はい、結構持つんですね、はい、ただその後ドライフラワーとしてお家の壁のね、やリースとしてつけたりもできますので、いろんな用途があります。いいですね、こういうのも素敵ですね、はい、さあそしてなんかこういう、なんかこのこちらの方、アメリカの方ってこういうの好きですよね。そうですね。ね、これ何なんですか、ちなみに。これは、ここからお水を入れて一輪挿しても使えますし、そうなんだ、お水を入れてジャーっと。あ、ここから出てくるんですね。かわいい。あとはインテリアのアクセント。ギフトとしていいですね。アメリカでハッピーな幸運の印なので。あ、はい、ペリカンですね、はい、ペリカンとか言ってそしてこちらは何でしょう、はい、なんか素敵なバッグが。こちらはイタリアから、輸入して取り寄せまして、販売するものなんですが、もう、大ブランドのウーブンレザーの、もしかしてこの、はい、このね、見たら皆さん分かるかって、お名前は言えないですけど、この編み加減を見たら分かるんじゃないかなっていうブランドの工場と同じところなんですよね。これね、ちょっとごめんなさい、ちょっと見てもいい、私実はお気に入り見つけたんです。見てこのバッグ可愛くないですか。ここにね、あの2230だったんで2230ドルかと思って諦めようとしたら違うんですよね、420ドルです。そう、しかもこれ色がオーダーで選べたりするんですよね、これすごい可愛いです。ちょっとおすすめと言いながら私が欲しいなって。ホリデーシーズンだしね、誰か買ってくれる人を見つけなきゃ先に、はい、3色全部言ってください。あとはお財布類ですとか、あとこちらもイタリアなんですが、あ、そうなんですか。カゴ、トーンのバッグ、はい、いろんなカラーのもの、あ、なんかトーンのバッグでもこういうふうにちょっとキラキラとか、なんか一つアクセントがあると人とのね差別化でちょっと素敵ですよね。パーティーにも、そうですよね、はい、あとこちらがさっき外から見せていただいたんですけど、こちらもやっぱりクリスマスディスプレイですか。この松ぼっくりやクリスマスツリーの、これは本当の木の流木から作っている。流木から、はい、もちろん手作りということですよね、はい、そうですね。割とこうアーティスト作品みたいなものが多いのかしら。そうですね、やはりこちらは感性ですとかデザインを非常に重視してますので、ギフトに贈れるものです、非常に喜ばれるものとか、あとはアーティストの作品ですとか、あとはもう毎年使えるものですとか、何かやっぱりその商品自体にパワーがあるものを、そうですね、セレクトしています。松ぼっくりとおっしゃいましたけど、これも売ってらっしゃるんですか。じゃこれはディスプレイ、ディスプレイで、はい、あ、なるほどね、素敵、なるほどなるほど、そっかそっか。もしやこれもシルクフラワーというやつですか、すごい分かります皆さん、どれがどれだか。
そして、はい、そのシルクフラワーをずっと私が口にしながらがっつり紹介させていただきたいなと思うんですけど、はいはい、これ、はい、この店内入ってきたらすぐ目に入って、私はここのね、あのラベンダーの香りと勘違いして、わーお花のいい香りと思っていたら、これが違うんですね、はいはい、これは全てフェイクです。これあんまり分かんないですよね、うん、あまり分からない、あの分からないで行く人が多いです。分からないでそのまま帰ってしまう人が多い、はい、こちらは、はい、あの輸入物とかだったりするのかしら。これはメインランドのから、買い付けています、どういった用途でお使いになる方が多いのかしら、うん、そうですね、あのお店ですとか病院ですとか、うんうん、ディスプレイはもちろん、うん、でも個人の邸宅さんでも玄関ですとか、やはりフレッシュなものは寿命がありますから、あとアレルギー、病院とかだとアレルギーとかもね、はい、心配になっちゃうからこういうの、うん、でもすごい素敵ですね、色褪せることもなく。お値段とか、はい、値段はですね非常にリーズナブルですね、はい、日本のシルクフラワーの半分ぐらいの値段で。あ、そうなんですか、はい、じゃあお土産にもちょっといいかもしれないですね、はい、でこちらが何かちょっと聞いたんですけど、はい、こちらは何ですか、はい、こちらは、オーガニックのですね、はい、ソープですとか、こちらはバスソルトなんですが、はい、ケア用品です。なんていうブランドなのかしら、はい、ベルジェラって言うんですけれども、ベルジェラこちらがあのノースカロライナ産なんですね、はいはい、ノースカロライナという場所が非常にあの温暖の差が激しく、うん、冬が非常に寒く長くって、急に春になるそうなんです、ということで寒暖の差が、土壌の差、はい、土壌がよく、いい豊富なハーブが育つ場所ということで、ここの周りの人ではそのハーブで、布を染めたりですとか、こういう石鹸を作ったりだとか、いろんなチームがあって、そこの商品なんですけれども、これはちなみに、ハワイでもよ、私初めて見たんですけど、はい、ハワイではあの私どものお店だけが、あ、はい、じゃあまたお土産にもいいですね、はい、体に優しいのね、はい、今ちょっと、ね、ポイントですからね、はい、お使いになっていました。はい、とってもすべすべつるつるで、あ、そうなんですか、はい、肌おけずはい、じゃあこれもね、ギフトにぴったりですよ、はい、これこうちょっと重いかもしれないけど、おしゃれ、なんかクリスマス の, あのちょっとしたギフトでもいいかもしれないし、はい、お土産でもいいかもしれないですよね。本当に優しくて優しい製品です、うん、はい、こちらぜひこのお店だけだそうですので、あとこういうあの小さいシルクフラワーもあるんですね、はいはい、そうです。こちらはちなみにお値段が60ドルになります。あ、なるほど、はい、もし日本で買ったらこの倍ぐらいになっちゃうということですね。でこのシルクフラワーにさっきね、こっちを見たらちょっとこう、はい、和っぽいというか、はい、クリスマスっぽいってすごいミックスした感じがしますけど、うん、こちらもシルクフラワー、はい、はい、そうです。あのちなみにですね、例えばこういうふうにあのこれあのクリスマスからお正月にかけてもちょっとぴったりな感じするじゃないですか、はい、うん、こうオーダーみたいなのもできるのかしら、はい、あのオリジナルのオーダーも受け止まっております。あ、それも全部シルクフラワーでアレンジしてくれるんですか、はい、例えば、はい、じゃあ予算とか、はい、予算とかお花の感じとか、カラーとか、そういうものを、はい、いいですね。そしたらね、ちゃんとご自分の、ね、インテリアに合うようなのも作られますね、はい、そしてあのその下に行くと、うん、あの日本のテイストってことはこれ、はい、ブルーシー、はい、こちらは日本の、はい、岐阜の鯖江の方から直接輸入しております、はい、ブルーシーの食器類です。これまたどうして、はい、ですね、あの私が、家で、まあ、外国の方をお招きした時とか、うん、ちょっとお料理を作った時に、うん、漆を使うと非常に喜ばれて、うん、皆さんが、あのぜひ欲しいということで、あとアメリカの方は非常にホームパーティーですとか、うんうん、もうとてもカジュアルに頻繁に、やりますので、とってもコーディネートが上手ですし、テーブルコーディネート上手。